やっと来た。俺が、俺こそが。やあ、才能の原石ども、今から1月のスタメンを発表する。選ばれなかった者はすぐさま立ち去れ。ファックオフだ。背番号1番、羽ばたく神。今シーズンは効果力特殊アタッカーとして活躍してもらう。わかりました。背番号2番、ランドース。威嚇と直球を使って全体的なクッションの役割を担ってもらう。わしに任せとけ。背番号3番、ウーラウス。威嚇、ゴツメ、電磁波などを逆手に取るオールラウンダーだ。かしこまりました。おい、ちょっと待て、それなら俺でもいい。ファックオフ。おい、ちょっと、あ、背番号4番、オーガポ。相手に起点を使わせず効果力でぶっ倒せ。 Yes, your majesty。 背番号5番、パウジアン。お前は効果力物理アタッカーとして活躍してもらう。ふっ、余裕だね。この場からは以上だ。おい、ちょっとそれはどういうことだよ。あと一人いるじゃないか。そうだそうだ。おい、なんでだよ。俺は説明しろよ。そうだそうだ。最後の一人はワイルドカードを勝ち残ったこいつだ。え、誰だ誰だ。え、もしかして、え、まさか。背番号6番、ブリジュラス。 DLC の神のポテンシャルを使い相手に嫌がらせをしろ。以上6名だ。